今回はオーベルチュールオーツのカナ分、オレンジベタの、ボトル投入を、行います。以前割り出してカップで保管していた幼虫が、大きくなってきたのでボトルに、移していきます。早速ひっくり返して幼虫を、確認してみます。ほい。ちょっと放置しすぎたからか、カップの中である程度育っています。プリプリで良い感じです。900cc のブロー容器に、混合マットを入れたものに、投入します。ほい。撮影後にラベルを貼るのでとりあえず識別用に、マスキングテープを貼っておきます。という感じでボトル投入が、完了しました。ここから1から2回ほど交換して、羽化するかな?といったところです。管理温度は引き続き20度でいきます。たくさん羽化してくるのが楽しみですね。みんなも飼育してみてね。